さんこんにちは、かねです。今は6時ちいだです。ちょっと眠いです。今日は毎日メイクを紹介していきたいと思います。最近ね、ピンクにハマってるので、なんとスキンケアから全部ピンク縛りにしてみました。カプチーノちゃんはね、お腹がピンクまずはスキンケアからしていきます。ネオゼンのヒアルグロウローズエッセンス。なんか外がちょっと工事しててうるさいかもしれないです、ごめんなさい。トロトロのいい香りのエッセンスを塗っていきます。めちゃくちゃ癒される。これはざっくり塗って、魔女工場のサンクスベリーダージリンティーマスクをやっていきます。お肌に元気がない時におすすめなシートマスクです。これもね、いい香りがするので、若干最初のエッセンスと喧嘩するかなって思ったけど、こっちが勝ちますね。ベリー系のいい香りがします。一応ね、この箱には10分から20分って書いてあるんだけど、商品ページには3分で OK って書いてあるので、私はいつも 4,5,6 分ぐらいで終わらせちゃいます。次に美容液、これもピンクです。アロマティカのローズセラム。ほんとピンクなだけでテンション上がりますね。これもめちゃくちゃいい香りなんだよね。これが一番本当のバラに近いかもしれない。アロマティカはビーガンコスメなので、人と地球に優しく作られてるらしいです。季節の香りでめっちゃ肌がゴワゴワするの、この辺なので、ちょっと今日はしっかりめにスキンケアしていきます。続いてカヒのリンクルバウンスマルチバームを塗っていきます。シワが消えるバームということで、韓国のねドラマの間接広告ですごい見かけてて、めっちゃ気になってたものなんですけど、これね実は2個目です。1個目買って母に見せたら、あ、私もそれドラマで見てたやつが欲しいって言われたからあげたんですよ。この辺に塗ったんだよね、メイクの上から。でそしたら、母は60代なんだけど、めちゃくちゃツヤが出て肌が超立体的になって本当に若返ったんですよ。でびっくりして自分の分をまた追加で買いました。私はね、目の周りに塗ります。一応ねマルチバームだから、本当に顔にも唇にも髪の毛にも使えるよ、爪先にも使えるよっていうものなんだけど、これの効果は年齢を重ねた人ほど実感できるんじゃないかなって思った。正直私たち世代は保湿バームとして超おすすめで、やっぱね母世代すっごい変わる。これからねクリスマスとかなので、お母さんだったり少し年上の先輩にプレゼントするんだったら、絶対このカヒのリンクルバウンスマルチバーム超おすすめです。色付きもあるんだけど、これが一番使いやすいと思います。でクリーム、アロマティカのローズクリームですね。これはさっきバームを塗ってない部分にだけ塗ります。これもピンク色で、質感がねすごくいいんだよね。さっぱりしてるっぽいんだけど、めっちゃ潤うみたいな感じ。ベタつかないからすごいいいです。韓国の間接広告っていうのは CM みたいにマルチバームって出るんじゃなくって、ドラマの中の役者さんが、私最近これ使ってるけどめっちゃいいだったりとか、なんか化粧するシーンで使ってたりとか、物語の中に自然とスポンサー商品が登場するっていうことで、なんか間接広告っていうらしいんだけど、やっぱさ、ドラマ見てる時って結構感情移入してるから、その感情移入してる人が使ってると気になっちゃうんだよねちょろいタイプです。やっとお化粧していきます。まずはこちらピンクの下地、めっちゃ可愛くないですか。正直ねパケ買いしたんだけど、ホープガールのマジックスキンプライマーっていうもので、一見コントロール下地っぽいんだけどプライマーなんだよね。で質感は手に出した時はグロスみたいな感じで、こんなの顔に塗ったらベタベタになっちゃうんじゃんって思ったんだけど、肌に伸ばしていくとプライマーらしくスッっていなくなるのこれにはびっくりしました。毛穴が気になる部分にのせていきます。なんか自然なツヤが出るの分かりますかね。これがねすごいんですよ。で今日はちょっと顔が赤めなので、パネルのシカマヌセラムクッションを塗っていきます。中身がちょっとピンクトーンなので、この赤みが結構激しい日も自然にカバーしてくれるところがいいんですよ。これねクッションファンデなんだけど、ほぼ美容成分でできてるから、肌荒れしてる時にも使いやすい。こんな感じで半分だけ塗ってみました。めっちゃトーンアップ。
これは本当に赤ら顔体質でお肌が弱い人向けって感じで、まさに探してた感じのクッションなんですよ。前回の目代わりで買ったんですけど、本当に買ってよかった。こんな感じです。まさか肌がゴワゴワとは思えないくらいいい感じにカバーできました。では眉毛もピンクのパッケージ、ファーシーズのアイブロウを使っていきます。これはね、ほんと大好きで、ベストオブベストコスメです。これほんとに描きやすくて大好きなんですよ。なんですけど、今新しいやつはこのピンクのパッケージじゃないらしくて、でさらにこのクオリティも改良されてるらしいんですよね。これですらめちゃくちゃいいのに、さらにバージョンアップしてるってことなので、使い終わったら新しいやつ買ってみようと思ってるんです。もし使ったことある方いたらコメントで教えてください。アイシャドウはこちら、ホープガールの1番のトゥルーモーメント。これね、パッケージも超可愛いの。こんな感じでピンクで、実はオレンジバージョンを持ってて、なんか韓国コスメって本当にセンスありすぎるって思いますね。なんかこう至ってシンプルなんだけど、この色合いがめちゃくちゃオシャレだなって思います。これの左下をアイホールに塗っていって、最初に薄みをオフします。私今年ワンちゃん飼い始めて、ワンちゃんアレルギープラス今までなかった、多分ハウスダストも発症しているっぽいんですよ。なので30項目ぐらい調べられるアレルギーテストみたいなやつがあるらしくて、それをねちょっと受けてみようかなって思ってるんですよね。ちゃんと体質改善しないと、このまま地球で生きていくのしんどいなって思って、最近ね、あの漢方で十二杯毒湯っていう、それもね最初は主査に効くからということで飲み始めたんだけど、毒素を外に出す効果があるらしくって、溜め込まない体質にしていきたいなっていうのがあってですね、それをね来年の目標にしました。なので年内ちょっとそのアレルギーテストを受けてみようと思ってます。で次に左上の色を重ねていきます。これはほんと柔らかいブラウンピンクって感じで、今の時期に超合うんですよ。で右上のラメをまぶたにのせていきます。このラメすごい不思議で、なんかラメってちょっとかさついたり、逆にグリッターが強いものだとベトってしたりするじゃないですか。なんかね、そのどちらでもなくて、ベタつかないし乾燥もしないし、でもちゃんとキラッとする、すごい使いやすいです。アイラインは右から2番目の色で塗っていきます。ほんとこのパレット一つでアイシャドウからアイラインまで完成するのがめっちゃいいんですよね。やっぱいろいろ使うより一つのパレットで完結させた方が全体的に色味とかがまとまるような気がするんですよね。眉毛だけちょっと色が違うので少し足します。このブラシめっちゃいいんですよ。セブンフェイスっていうところのライナー BB08 番っていうもので、平べったいですよね。アイライナーにめっちゃ使いやすいです。これを使ってからこのアイシャドウでアイライン描くときに失敗しなくなりました。そしてマスカラもピンクムードの02番ブラウンを使っていきます。これはねブラシが細いのでめちゃくちゃ塗りやすいです。私ねまつ毛が超細いの、だからこのたっぷりの繊維に助けられてる。もしかしてカプチーノちゃんのいびき聞こえてるかなスピスピ言ってんだけど。最後ティント、これもねホープガールのピンクのパッケージのティントです。でこれもね箱超かわいいの。なんかこういうチョコレートあるよね、三角形の黄色いムード&タッチラスターティント、これは02番ハッシュっていう色です。チェリーレッドっぽい感じなのでお肌に血色感を与えてくれます。で真ん中だけちょっと足してほんのりグラデにしていきます。こんな感じですかね。メイク完成です。アイシャドウが結構発色のいいピンク系なので、アイライナーはリキッドを引かずにアイシャドウでちょっと締めるような感じ、目をパチッとさせるような感じで、ティントねめっちゃ好きなんだよね、この色。なんか顔に華やかさが出るっていうか、冬はねちょっと顔色悪くなるのでおすすめです。ってな感じで着替えてきました。これね、私がいつも着てるユニクロのあのピンクのトレーナーではなくって、大秋さんっていう方がいて、インスタをフォローしてるんですけど、その人がシンっていうブランドとコラボをして、なんか伊勢丹限定で発売されてたトレーナーです。
これめっちゃ着やすい。なんか程よく伸縮性があって超いい感じです。最近はこういうねちょっと着やすい素材のパーカーとかトップスに、私が運営してるブランドシュガシュガミーの超ロングピアスをつけて、で髪はね何もやんないでキャップって感じ。最近超カジュアルにハマってるんですよね。こんな感じで過ごしてます。このキャップもシュガシュガミーのものです。ここにロゴの刺繍があって、ここにパールがついてます。私はね韓国コスメとか韓国のスキンケアが好きすぎて、なんか暇さえあればいろいろサーチしてるんだけど、最近 JDTC っていうサイトで初めて注文したんですよ。それがプライマーとアイシャドウとティントなんですけど、2990円以上送料無料だからまとめ買いにめっちゃ良かったです。で海外の商品を通販するってことで、ちゃんと本物が届くのかとか心配あると思うんですけど、ちゃんとホームページに 100%正規品って書いてあったので信頼して頼んでみました。で毎週水曜日だけお得になるらしいので、まだ使ったことない方ぜひ見てみてください。ではそんな感じで、この動画がいいなと思ってくださった方はグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。インスタの方にもスキンケアとかコスメとかカプチーノちゃんのことをアップしてるので、よかったら見てみてください。 Twitter と TikTok もやってます。最後までご視聴ありがとうございました。